お疲れ様スラットです。今日ですね、こちら1コス4枚クイック削りやっていきたいと思います。ということで久々のね1コス4枚シリーズやっていくんですけども、今日はですねクイック削りですね。はい、もうクイックと、ウッドか、このスペル削りで今日は勝っていくよということで、マジで攻めカードがねこの呪文しかないですね。はい、あとは着衣の攻撃が通ったりバルキリーが通ったりっていうのは、あるかもしれないんですけど、ほぼないようなもんですね。はい、なんでクエイクウッドね、はい、平均コスト 2.3 超高回転で削りまくっていきたいと思います。でね、ぶっちゃけマジで陸はバルキリー、対空圧着衣あればガチでなんとかなります。なんとかなってくれそう祈りながらやっていきます。でさ、今回の相手はバレバレコカツと、でバレバレコカツはスケバレを圧着衣で落としながらのバレルはプリン、バレルはウッドで、端前プリンとか端前吹き矢のダメージさえ抑えれれば、多分ね、クエイク3の方が強いと思うんですよ。さあ、ということで、あのプリンとかは、しっかり圧着衣とかでね。よいしょ。いや、これなんか美味しいんじゃない？おい、おい。いや、スケバレがちょっと厄介かな。落とせないんでね。落下ダメージ強制がちょっと嫌ですね。さあ、LSP でしのぎながら、ウッドか？いや俺、圧着衣のさ、このマジで数発、いや、でかすぎ、ガチでかい。これ入ったらマジで勝てますよ。でこう横ずれてるときはハイスピで完封できます。ちなみにあとハイスピで削っていきたい。で端前プリン嫌なのでこれだけちょっと警戒してね。あれウッド使ってもいいけどな、どうだろうな。できるだけ使わない方がいい。一切若さが間に合ってく。でもあとはこれ食い食っていくだけなんでね僕。あーもう美味しい美味しい美味しい、もうそんなのね感謝です感謝です。さあというわけで、外役ね、ウッドはね本当はこう端前でポン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 裂きたいんですけど、相手が枯渇なんでね、今回ウッドはできるだけ温存かな。でこのウッドの枠も最初僕デリバリーでやってたんですけど、デリはデリでいいんですけどね、防衛が硬いんですけど、なんかやっぱ回転速くてこうどん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 端前に出せる、呪文で削れるウッドの方がいいかなと思ってウッドにしましたね。よいしょ。さあということで、いやーこれはもうねウッドが優秀です。でこのホーバーじゃなくてこの吹き矢はさ美味しいと。であとはマジ削っていく。であと一つこの大事というか言えるのが、圧着衣出てる時ってカードサイクルがなんかねぶっ壊れるんですよ。7枚になるのかな、7枚何枚4枚3枚なんかねずれるんですよ。基本的に一つカード裂いたら4枚出してそのカードが回ってくるようになってるんですけど、圧着衣の場合圧着衣場に出てたらクエイク使って3枚でクエイクが回るんですよ。そうなのでこの間にいっぱい回すといいです。クエイク打って1コス1コス1コスでもう1回クエイクが回ってくるんですよね。はい、これです。これが言ったらズルというか、これ仕様なんですけど、ぶっちゃけバグやんみたいなね、感じです。そうなのでこれをちょっと意図的にね狙っていけるとそこそこに強いよねというわけで、さあできるだけね圧着衣出てる間にクエイク打って1コス3枚回してクエイク打って打つと削りがね鬼早いです。ということで気づけば相手のタワーもねほぼないほぼないです。はい、でクエイク打って打って打って終わりかなはい、ということでクエイクね削りが強いんですよ。そう、削りがね想像以上に強いので、もうクエイクあればあと守れればね勝てるよねっていうのが、玄関今日のクラウロというか、クラウロのね守る方が有利っていうのを生かした戦い方かなと思います。はい、でみんなどうせね枯渇は相性いいでしょうって思ってる方もいると思うので、はい、今からね何が来るか分かんないですけどしっかり倒していきましょうか。枯渇やないかーい違うんですよこれ、さっきマジでメガラムとかペッカ工場とかやってるんですよ。しかもまたバレバレ、これやばいっすよ。そんな偶然なかなかないっすよ。そう、バレバレ2連チャンですね。バレバレも別に楽勝かって言われると、普通にスケバレとか嫌なんだよね、僕。さあ、縦線。これ、プリンだったけど、一回こっちで取っちゃいたいね。いや、いいんじゃない？なんか。一発欲しかった。で、僕キング起動されてもいいので、マジで LSP とかね、なんか端前出してもいいぐらいですね。さあ、で、この吹き矢を抑えたい。で、しっかりと、クエイク削り。あと、端前ファイスピもね、削りになってきますね。これさ、着衣出すのちょっともったいないんですよね、ガチで。
なんかアイスピ、なんかスピスピとかでさ、抑えれそうじゃない？ファイスピからの LSP とかでも、なんか抑えれそうな気はする。で、縦線かな。さあ、バルキリーはバルキリーで、まあ全然よしと。で、まあ適当に1コスで回して、頭クエク打っていくよと。で、僕のダメージ受けるのは、8枚プリンとスケバレのラッカー目かな。そうなんで、まあそこだけしっかり警戒していきたいよねっていう。さあ、8枚プリンですね。これですね。このダメージを抑えれれば、基本的にバレバレはロケがないんでね。だから2連チャンバレバレはね、マジで動画的に困るな。なんか、もういいでしょっていう。はい。さあ、これちょっと、スピー系でなんかいけそうな気がするな。さあ、いや、スピー1個と、なんか2個ぐらいでいけそうですね。1個で落として、もう1個でみたいな。なんだこれ、金魚できるんちゃう？あー、金魚できない。できないと、マジで、意味のない。意味のないことになっちゃう。さあ、なかなか痛い。あれ、ウッド打っちゃいますね。もうなんか、ウッドも削り、みたいなのがありますね。でさあ、圧着入れてる間は、カードサイクル早くなるんで、今の間に、ゴリゴリ稼ぎます。ゴリゴリカードサイクルだけ稼いで、クエク打って、よしよしよし。よしよしよし。さあ。なんなら、オッケー。なんかスピースピで、スピースピでなんとかなっちゃった。でさ、これは、まあ、なんかええ感じに、オッケー、あっちゃけよく頑張った。いや、マジさすがに、これ多分ね、負けないっすね。うん。さあ、なんか1コスいっぱいあるんで、ゴブリンバレルの受けも、ちょっと強いと。さあ、こうなってくると、全然ウッドで攻めで使える気が してきましたね。はい。とか言ってると、普通にね、ダリですけどね。さあ、気づけば、回転が早い。さあ、バレル系の、あ、やばい。痛い。これ痛いっすね。まあ、スケールスピあれば完封できるんでね。まあ、8枚プリン、だけ警戒してあげて。よいしょ、痛いね。痛いけど。もうなんか、ほぼ泥試合。ほぼというよりも、完全なる泥試合になってるかもしれないんですけど、違うんすよ。これはマジで、マッチング運のね、問題ですよ、こんなんで、今の間に、さあ、カード回しいっぱいしてあげて、ガチでね、この間カードサイクル病気なんでね、ガチで早いですよ。3枚出してクエイクも1回回るんで、これやばいっすよね、マジで。何してんのっていう。マジで。さあ、圧着のね、回転早いのを利用して、なんならでもちょっと嫌ですけどね。で、LSP があとね、スケバレに対してちょっと強いっすよね。さあ、気づけばあと圧着出して、まあ、数枚回せばいいかなと。さあ、ウッドクエイクさ、で、あと1コスで適当に守って、もう一回クエイク。1コス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 出してもう1回クエイク打ってはい勝ちいやーやばいないやまだ本当にバレーバレーはもういらないもうお腹いっぱいなんだよちょっとね俺にすごいの来いすごいの来い倒してやるわ逆にバレーバレー2連チャンもねすごいですけど X ボは熱い熱くね一生クエイク打つだけやん俺待って待ってガチで熱くね X ボは X ボでおもろい神相性じゃないのかなさすがに。どうなんだろうなんか、陸受けがさ、意外と足んなくて、みたいな。いや、あるな。陸受けしかねえな。正直。さあ、まあ、まあまあ、なんとなくスキル使って、あとクエイクッとしとくだけなんで、まあ、これに関しては勝ちたいよね。まあ、でも、一つ出るのは、僕、あれがないんですよね。いや、それ美味しくね。俺、さっきスキル使ったし。あれがないっていうのは、ディガーがないんですよ。そう、普通こういうデッキってディガーがあると思うんですけど、ディガーがないから、まあ、どうだろうっていう気はあるけど、さすがに、さすがに負けないんでしょ。超高回転クエイクウッドだよ。一発？さあ、まあ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 、いや、痛い。このクロスのね、ミリも痛い。まあでも多分後半入ってくれば俺マジでクエイクとするだけなんですよ。そうそうそう。だから序盤に変なダメージ受けなければ、いやここマジで、
まあ、バルキリーで受けないといけないのかな。ちょっとだけ苦しいかな。まあ言うて言うて回転で言うとあんま変わんねえか、対戦相手と。俺も相当早いで、結構早い方だと思うんですよ。圧着移動しとく。さあ、でちょっとバルキリー頑張ってもらって、いやクエイク打ちてえけどな。クエイク打つコースがないので、いやクエイク打たなくても耐えれる。クエイク打たなくて耐えれる。で気づけば逆サイドがスーピゲーでダメージが稼げてるよと。いやこれね、1コースもね、LSP とか本当は金ギドされるんですけど、まあされてもいいんですっていう話。さあ、でこっちに来るっすね。いや、こう、いや、来るよね、それは。それは来るんですよ。今の流れで行くと、さすがに来るんですよね。俺別にクエイク打てるんですよ。いや、マジ、暇クエイク削りする？クエイク多分ね、使っちゃってもいいですね。温存する必要がなくて、ぶっちゃけ。なんなら使ってからの、いや、ファイスピ飛ぶ、飛ばない。で、こうやってね、サイドを振られると、ちょっと厄介ですね、僕からしたら。まあでも結局回転範囲で、これもクエイク打ったら守れますね。で、次に相手がまた逆サイド来ても、クエイク打ったら守れるよねっていう。これ相手からしたら、お前もしかしてグラチャルで俺をスナイプしたんかっていう思いがね、多分あると思うんですよ。で、あとは1コストで1勝受けてね。ほい。いやー、まあこのクロスのチョコンも、できるだけ防いでいきたいっすね。これやばくない？俺の方が回転範囲ってなかなかないっすよ、対戦相手クロスボーで。よいしょ。あー、着衣のね、2分の1、外しましたね。外しましたねって。たまたまね、立ってきたら熱いよねっていう。さあ、で、まあ、確実にね、トレーナーも多分今んところないので。でさあ、ウッドクエイク、まあ、ここで耐えれるよねと。で、スピ系流して、ターゲ取っとけば、さあ、勝ち確です。クロスも勝ち確です、これ。これやばいな、マジで。まあなんか、ここにね、攻めウッドとか、なんかファイボとかで、読んで、相手がどうにかしてきたらワンチャンですけど、まあさすがにそれ以外は、もうね、俺のこの、超高回転どころじゃないよ。高回転どころじゃないんだよね、これは。そう、これに追いつくのはね、普通無理ですから。でさ、まあバルキリ出してけばね、事故はないですね。でもなんかこう、陸のね、受けが慣れてるよって方とかは、もう1コス4枚とクエイクウッドとかで回してもいい気がします。で、相手は左こっち削ってきてますね。よいしょ。さあ、俺もね、俺の方が削り倍どころじゃねえからね。100倍ぐらいで削るから。さあ。で、削って、そんなんしたらやばいじゃんってなるんですけど、なんないんですよ。はい、1コス4枚とクエイクウッドで、さあ、陸はね、時間稼いで竹も取れてるんで、1ダメージ向けずに、気づけばもう一回クエイクウッドと。やば。だってだって、まあ、神相性には間違いないんですけど、神相性の中でもクソおもろいっすね。ここまで多分クロス楽に勝てるデッキね、そうないと思うんですよね。真面目に負けね。これ12勝いけるぜ。どうするこんなんで勝っても困るっしょ。さ、アンソニー、ペッカの人とかじゃない？しかも、ミニついてるんで、マジで誰かのサバカっすね。まあ、アンソニーのサバカっすね。はい。で、アンソニー倒したら多分そこそこに熱いと思うんですよね。え？ちょっと待って待って、キング起動してってこと？いやー、マジで、とっさの反応で、焦っちゃったんですけど。さ、ロケ法、さすがに暇なんで、いや、おっととか言ってるんですけど、はしまいく、ロキホは、事故やろ、なんかの。スピリットと間違えたやろ。さあ、今回手は、まあ、ロキホロイジェイと、いうわけで、まあ、なんかいろいろいそうですね。さあ、こっちに竹したいけど、いや、痛い。ロイジェイ一発入るならウッド使っておけばよかった。あと相手のね、2周目に来ますね。これもまた。さあ、ロキホー久しぶり見たっすけど、普通に嫌っすね。うん。さあ、まあ、ロイジェイは、まあ、どうにか気合でね、マジで、まあ、言うてバルキリーウッドアッチがやれば止まるんですよ。で、僕はね、ロキホーが嫌ですね。間違いなく。
うん。あと、端前これうざいんでね、間違いなく。これでちょっかい出していきましょう。で、あとはマジトリトンがあるのかどうかみたいな感じだけど、トリトンはなさそうだな、ぶっちゃけ。さあ、で、ISP とウッドとセットで剥がしながら、なんならあっち食いが残れば、残ってこれ、ええ感じにね。タレババか？おー、苦しそう。なんならスキル使いとく？使いとく。え、これしかもタワーに？一発？一発でき走れファイスピー。いや、これね、結構ガチで、マジで強いデッキだと思うんですよ。まあ、デッキが強いか、アッチャケが強いかは、田舎みたいなとこあるんですけど。あ、待って、俺そのさ、アイスピーがさ、そうなるの良くないんですよね。これアイスピー結構大事なんだよ、マジ。さあ、着衣。いや、スタート欲しい。いや、マジでこの圧着衣スタートさ、相手、許してくれるんですけど、多分ね、俺のデッキは理解してない。だって俺のデッキに対して、そんなのしてたら終わるっすもんね、普通。しかもだって5でしょ？いや、天才、たまたま。で、ウッドで、もう圧着衣をね、相手突破できないの。で、今の間にさ、カードサイクル回して、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 無理せず、ほどほどに回して、オッケーオッケー。さあ、いや、こっからワンチャン、端前ぶっぱだけで、いや、もう一回おとなしく守ろうか。さあ、クイックでさよならして、スキウッドあればロイジェ守れるっしょ。マジで、これガチっすよ。スキウッドあれば、あ、守れん、嘘。しっかりバルキリーまで出しちゃおう。さあ、刻んで刻んで、クイック、あ、これもクイック2種ですね。いけよ、1、て、ちっちーで、もう一枚か。4枚ですね。バニア着衣がいないので、そういう時4枚です。え、これ、クエイクウッドでさ、落ちないかな、もしかして。マジ、落ちないとさ、怖いんだよね。ワンチャン？オーケー。ミニアンソニー撃破。いや、マジで、なんか思った以上に強い。これ流行るかもしれないぞ、みんな。ダニエルね。ダニエルには、ハシマイファイスピオ。ベネネ。グランメ。ベネネですよ。これがまた、おー。なるほどね。まあ、これに関しては、一旦逆再ですね。あっち食い出して、どんだけカード出しても、あっち食いはやっぱ回ってこないので。そして、ラバクロと。まあ、ラバクロね、間違いなくきついよ。間違いなくきついけど、まあ、気合ですよね。うん、さあ、ベビーからやっていきたい。ああ、これで逆サイ行かれるのやばいっすね。いやー、それちょっとうまいなー、マジで。ね。これでもここで一本折るしかないので、僕。さあ、今いっぱい追加して、さあ、11です。これでまあ11なんで。いや、でもラバクラ11さ、渋いかなー。どうだろう、今んとこダメージで勝ってるね。まあ、クエイクが本気でいらない。本気でクエイクいらない。あっちゃけ4体ぐらい出せたらな、場に。結構いいんすけどね、僕も。出せないからね、あっちゃけ場に4体。さあ、まあ、クエイクで削ると。まあ、ラバ削りも嫌だよね、これ。これ美味しいっすね。ね。間違いなく美味しいよね。このバルキリーもね、地味にプレッシャーになるので。あと2400をね、あれどう削ろうっていう。マジでクエイクだけで削れんのかっていう。これあっちゃく延命しない方が良かったかな。延命したらさ、俺にやっちゃくに回ってこないんだよ。本当に。早くあっちゃけ欲しいんだよ。いや、でかっ。いや、これは、もう先にラバーを溶かす作戦。いや、めっちゃいい。え？ちょっと待って、これ。勝てそうじゃない。
さあクエイクで削る。バスケ部きます。できるだけなんかねコスパよく。まあそれは全然よくて、でこのバルキリーはターゲット取り用ですね。守れそうではあったんだけどな、守れそうだったんですけど無理でした。ちょっともう一回やりてえな、これなんかゼロじゃなさそうっすよね。スピが消えてたらもったいないですねこれ。いやもったいねえマジで。低めスピ出しまくっとけば多分耐えれてた説。さあもう黒もねそんなしょうがないやんっていう、なんかもう極端っすよね。もうちょっとなんかね、なんかもうちょっとなんかいい感じの欲しいよ。さあゴーブドリー、さあこれはスケと、まあなんかファイアスピがあると良かったんですけど、まあないので、よいしょ。いやー守りすぎか。はじめましてジクル、こんにちは。コーナーいい。さあバルギリーですね。まあゴーブドリーかー。まあゴーブドリーも頑張って耐えてクエイ削り、いやこれはねでも勝ちたいんじゃないでしょうか私。ファイスピ型ウォールブレイカーぐらいありそうですけどね。いや当たって、いやなんか突っかかってんな。そうなんです。まあこれはどうだろうな、マジでバルキリーでドリル拾いまくってトルネがあるかわかんない。ファイボかな、でもトルネはなさそうの。ファイボを持ってそう。あそうですね。さあもうファイボ削りを始めてく。でまあ縦線かなんかがあるんでしょうね。うわ早めの縦線だ。いやいい縦線だ。さあこれはクエイク削りがねやっぱ生きてきますよ、こういう相手には。相手はまあゴブドリファイブか、まあ、俺はマジでクエイク単品ね、ガチ単品削りで勝ちます。よいしょ。でマジでゴブドリプラスファイブされるとバルキリー出してもダメージ受けるんで、まあ、それに関してはマジしょうがないですよ。でこのウッド打っとくとアチャクイが暴れてます。いやーうざいですよこのアチャクイ。えいでウォールブレイカーファイスピだけで守れます。であとはクエイク打っていくと、いやなんかここでさ本当はねディガーとか飛ばしてるわけですよ僕は。シャアなしのクエイクですよねマジで。できるだけ抑える。まあ、マジで相手はクエイクじゃなくてファイボなんでね、ファイボドリルで削るだけなんで、僕はマジでそこに対して高回転アチャクイじゃない高回転クエイクでこの間にさカード回してさ回してくで、できるだけ節約して、オッケーオッケー、スケファイスピで守れると熱いね。でこれはまあバルキリで一回刻んでオッケー、マジアチャいないのはでかいね。アチャクイ出てる時にできるだけクエイク打っていきたいね。カード回しやっぱ速くなるんで、まあ高めがねスタートは強い。これやばい、いたいたいた。あでもアチャクイひあれ縦線引いた。違う、そうじゃない。いや裏パターか。こうアチャクイ出しどくっすね。ウォールブレイカー来るかも。でクエイク打ってカード回して、この無理やりカードサイクル大事で、早めたところをさあ、いや回収、いやいいいい、頑張ってる頑張ってる。出しまっちゃくいで、
解体早めたところですね。まあこれはタワー頑張ってくれるっしょ。よしよし。でこれはマジスケウッドとかスケファイスペなんとかなるんで、カード回してなんならこっちに出してあげて、いやこれちょっとやりすぎか、刻む、クエイク、いや勝てるぞこれ、危ない、ガチで危ない。さあグエク、いやこれ回します、ガチで。とりあえずなんかま、いや回んねえな、思ったより思ったより回んない。いっぱいなんかイチコスあるんでさ、あーでさーはとけてイチコスなんか出しておけばそういう感じになりますよねと。いやディガー欲しいけど、まあディガー飛ばせない分ね、高回転クエイクで、はい、ご了承なんとかなりますということで、今日はねこの1コス4枚でクエイクだけで削ったんですけど、まあクエイク強いですし、圧着も強いですし、バルキリも強いねという感じがねしましたね本当に。まあこのバルキリ圧着とかね、今特に環境でも暴れてる方だと思うので、まあ皆さんもぜひね、あのこの1コス4枚チャレンジとかだったら多分圧着持ってなくても、はい、使えると思うんで、ぜひやってみてください。チャンネル高評価もお願いします。ではお疲れちゃんでした。またねー。